しぶりだね。もう去年なんですけど、これもらったの。蜂の巣をもらったんで、蜂の巣、これなんかまだ蜂蜜絞れるんじゃないの、これね、なんかすっごい甘い匂いするけど、まあちょっとね、蜂の巣をもらったので、これからちょっと蜜ろうを作りたいと思います。中はこんなです。なんか65度で溶けるらしいんで、蜜ろうが沸騰はさせなくてもいいそうです。今ね、70度を超えたぐらいなんですけど、蜂の巣はかなり溶けましたね。もういいのかな、これぐらいで。あ、ガスがなくなった。中見たい？気持ち悪いっていう人もいるかもしれないね。やめとこうか。もういいのかな、これ。結構やってるよね。もうそろそろいいにしとこうか。よし、多分もう大丈夫でしょう。これどっか吊るしておきたいね。ね、この黄色いのさ、もう3つろ固まったってこと？そうだよね、きっと。すげえな。で、また温度が下がれば固まってくるらしいので、ちょっと待ちます。で、これがなんかもうちょっと取れそうだよね、こっちから。まだ半分あるから、第2弾も一緒にやろう。今ね、まだ45度あるんですけど、固まったっぽいので、こんだけしかないんだ。貴重だね、これ。よし、じゃあ第2弾をやります。これが2回目です。2回目は結構固く絞ったんで、取り出せない。いっぱいできた。で、これをもう一回ろ過します。それでこの、うわ、この蜜ろうを、また溶かして、
で今度はフィルター、コーヒーフィルターでさらにこしていきます。よし、溶けたのでこっちに入れます。これ結構時間かかるね。いや大変だった。なんかね、これここでこうやってろ過してたら結構ね、すぐ温度を冷めて詰まってきちゃったんで、最終的にはですね、こういう風にしてオーブンで100度で温めながらずっとオーブンの中でろ過しました。で、できたのがこれです。こんな感じです。で、まだね、ちょっとあるんですけど、まあ後でやっておきます。で、先週ね、シアバターとホホバオイルを買っておいたんで、あ、注文しといたんで、気が向いた時にハンドクリームとフェイスクリームを作ります。あ、ね、蜜蝋はね、買った方が早いっす。